て、皆さんは悪魔の住む森や眠り姫のお城など昔話の世界に行ってみたいと思ったことはありませんか？古いお城の遺跡には昔の王様やお姫様たちの悲しく美しい物語が秘められています。そこを訪ねてみても崩れた石垣が草に埋もれているだけでお姫様にも悪魔にも会えません。なんせ千年も昔の世界だもんね。でもそんな神秘の世界へ行くことができたらどんなに素敵でしょうね。だけど所詮無理な話、過去の世界へ連れてってくれる乗り物なんてあるわけないよ。ところがある日、キティとミミィのところへ中世の伝説の後ろからパーティーの招待状が届いたのです。招待状か。果たしてキティちゃんたちは伝説の世界へ行くことができるのでしょうか。それではキティとミミィの魔法の森のお姫様、どうぞごゆっくり。ソルベーグの森、夢のお城へお越しください。どうしよう。どうしようって、そりゃもちろん行くわよ。そうよね。わーい。あ、でもどうしたの？夢のお城ってどこにあるのかしら。そんなの決まってるわよ。ソルベーグの森って書いてあるじゃない。それじゃあソルベーグの森は？ソルベーグの森はね、どこだっけ。ほらごらん、ミミだって知らないでしょ。ふにゃん。でも夢のお城なんてとってもロマンチックだわ。フローラ姫ってどんな方かしら。楽しみね。うん。ね。ミミ、なーに、どうしたのキティ。シャだわ。どうしてここに。きっと私たちを迎えに来たのよ。え、ほんとに。ソルベーグ行き、お乗りの方はお急ぎください。ほらね、急がなくちゃ。ミミ、早く早く着替えて。待ってくださーい。あ、どちらまで行かれますか？もちろんソルベーグの森よ。ソルベーグの森2枚ね。はい。これで夢のお城へ行けるのね。ごゆっくりどうぞ。見て。伝説の森へ行くならやっぱりこうでなくちゃね。うん、でもうちの前から汽車が出るなんて本当にラッキー。ソルベーグの森。どうもありがとう。さようなら。気をつけてね。私を裏切ったな。魔王よ、あなたは私を育ててくれた、魔力も与えてくれた。でもそれは私を利用して森を破壊するためだった。
してくるのだ。いやだ、私はもうあなたの言いなりにはならない。皆さん、どうもありがとう。このパーティーは一度中止になりました。でも、ある人たちのおかげでこうして再び開くことができました。ご紹介します。キティとミミーです。こんにちは。こんにちは。ありがとう、キティ。ミミー、本当の幸せってみんなに優しさと思いやりを持つことだったんだね。君たちが私にその幸せを教えてくれたのです。はい、ロビン王子様。あれ、夢だったのかしら。